足を回しながら戻ってくるイメージ。呼吸して、そこも呼吸してからいきます。背骨を上に引っ張ってから後ろ、中指の通り道をよく考えながらいきましょう。円を描いて、バーを通り越すつもりで、そう、お腹しっかり締めたままいきます。おへそがしっかり前を向いたまま、はい、遠くの斜めに、斜め後ろもしっかり通ってももから寄せます。手先を見て、そこから膝の後ろ一つ伸ばしながら、そう、もも締めて、はい、いいです。では1番にしてみましょう。そこからまずデミプリエ、手準備してプリエします。ここまですごく OK。 その後戻ってくるときに足を中に回しながら、これが1番のターンアウトの練習になるから、もう一度やってみよう。プリエします。両足をお尻の下の付け根から回しましょう。 OK。 そしたら次にグランプリをやってほしいんだけど、と1、2、次かかとを下ろすから上に上がってくるように、ちょっと悪い例できる。かかとを先に下ろさないで、ここからそう上がってしまうと、この外側の筋肉をいっぱい使ってしまうから、必ずかかとを下ろしてからいきましょう。そして前にポートブラ行くときに背骨が斜めにならないように、ここが手がついてもずっとまっすぐ下まで行く。そうで戻ります。後ろの時も背骨がまっすぐ、そして手が外に出ないように、この中指も自分の頭の中心を常に通ることを、守ってほしいです。そう OK。 そしてこのターンアウトを回すっていうのが2番ポジションの時が一番本当は分かりやすいので、2番の時のグランプリエと1、2、その後、はい、3、4、そう、3から4の時に思いっきり自分のできる限り回すことを心がけましょう。1、2、そうで3、4、はい、いいでしょう。5番ポジション見せてください。さあ、この時もすでに足はねじれている形なので、おへそが自分が思っているよりもクロス、こっち側に向けようっていう気持ちがないと、少しでもこういうふうに4番も5番もなってきてしまうから、そう、もうすでにねじれてる上半身のポジションだと思った方がいいぐらいクロスが見たいです。はい、OK。 そしてサーキュラーポートブラ、遠くからこの中指がずっと遠くの円を描くように、斜めもすべてここから遠くに行って、でここで肘がかぶらないように少し広げて、そう、肘曲げて、そう、ここの空間をしっかり見せてから、そして斜め後ろを通る、戻ってくる、そう、上半身すべて一周させましょう。はい、はい。プリエは膝の周りの筋肉を柔らかく使いながらターンアウトを学ぶとてもいいエクササイズです。自分の形が合ってるか確かめながらやってください。